大人散歩。埼玉高速鉄道沿線の魅力がたっぷり、七色プラスにも注目です。南北線直通で都心までのアクセスが1時間圏内、通勤通学にとても便利です。乗り換えなしで都心へアクセスできる便利な路線で、どんな出会いがあるのか楽しみですね。浦和美園駅には駅直結のカルチャースクールがあるんです。0歳から3歳の限定の親子さんの、和太鼓教室っていう風になります。ベビーカーで来ても一度外出なくてもいいっていうのとかは大きいですよね。抱っこ紐できてて傘持っててとか、そういう雨の日とか交通の便っていうのはすごく、出て改札出て斜め前っていう、そうですよね、その最短っていうのもやっぱ大きいですよね。先輩お母さんたちの話が聞けたりするのもすごい楽しいなと思います。いや、体験させていただきましたが、小さいお子さんに癒されました。そりゃ通いたくなるよなって思いました。楽しかったです。